ちはちょっとないのかなという感じではありますが、はい、まあ、シアのエンターホース仕掛ける、1のチャンピオンを取るのか。いや、右だ。スパイクストリップを投げて殴ってでホワイトオールが強気の下、リドルウォーダーとの 3v3、 立ち位置は1人が有利。ワンタッピー、すごいこのエイム、さっき削っていく。ただワンタッピー、ワンマス、ホワイトオール持ってっか。雪岡返して 2v2、 そして三宅ライト落とした 2v1 だ。立ち位置はかなり、うおー、そして反応している。中にはエフちゃんソロ、ちょっと怖いぞ。あった、サシ狙う、気づいていない。ワンチャンこれあるの、落ちるか、フェンスにかかってる。エフちゃんマジ、うわーい。ちょっとリドルの介入の可能性があるぞ。介入してきそうですね。入れているか、この位置。サツキが邪魔くせえと前に行った。一旦握ったようです。いやー、サツキのプラウラー、チーズで。サツキちゃんカバー受ける、落とした。ロックライダーも張って前に行く。サイダー後ろのレイジが合流できていない。突っ込まれる可能性がある。やはり突っ込んできた。しかし避けながら攻撃が残った。遠いの 1v1 ジュスタ vs レイジ。うわー、